エドモンド・ローマン・オルリックは、ポーランドの軍人。1939年9月、20mm 機関放送日の TKS により、ドイツ軍の戦車13両を撃破し、銀十字軍航空賞を受賞した。1918年1月26日、ポーランドのビエル・コポルスカ県、ロジャノに生まれる。1936年に高校を卒業すると、 同年9月25日から1937年10月1日にかけて、マドリニ要塞近くの気候部隊訓練所とポズナンの総工大隊で訓練を受ける。1939年8月26日陸軍に軍装として招集され、第71機構大隊ビエルコポールスカ、騎兵旅団偵察小隊の20メートル MFK モデル AWZ。A 38機関砲搭載型 TKS 豆戦車の指揮官となる。1939年9月14日、ドイツ国防軍第4機構師団第36、戦車連隊の通合戦車3両を撃破。同月18日、オルリックの TKS は2両の TK-3 と、共に、策敵のためワルシャワ西のキャンピノス付近に向かった。 戦車と機関銃の音が聞こえたため隠れて待ち伏せしていると、砲合戦車 B 型1両と35戦車2両が現れたため、これを撃破した。なおこの時砲合戦車に指揮官として登場していたのはビクトル・アルブレヒト・フォン・ラティボルだった。翌19日オルディックはシエラカオ付近で機械化部隊の車列を攻撃し35戦車7両を破壊し2名を放慮にした。 その後弾薬が尽きたため戦線を離脱した。ワルシャワ陥落後は抵抗運動に参加。1982年自動車事故により死亡する。64歳ボーありがとうございます。